ジョンリー・フッカー。ジョンリー・フッカーは、米国のブルースシンガー、ギタリスト。50年以上にわたるキャリアの中で、独特のリズム感覚を持った、ブギスタイルを確立し、キング・オブ・ブギの名でも親しまれた。1984年には来日公演も、行っている。代表曲は、ブーム・ブーム、ブギ・チリンなど。2011年、ローリング・ストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第35位。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第81位。ミシシッピ州、クラークスデール生まれ。生まれた年については、1915年、1920年など、諸説あるものの、1917年説が最も一般的である。1943年、 デトロイトに移住。1948年にレコードディーラのバーニー・ベスマンの誘いを受け、初レコーディングを経験する。翌年1月、モダンより発表となったブーギッチランが R&B チャートを上り詰める大ヒットとなった。このヒットにより、他のレーベルからも誘いを受けるものの、モダンとの契約で縛られていたジョンリーは、様々な編名を使い、複数のレーベルに作品をレコーディングしていった。 1955年、モダンとの契約が終了し、BJ レーベルと契約する。同レーベルには1965年まで在籍し、計8枚のアルバムを発表した。それまでの弾き語りスタイルから、R&B 色の濃いバンドスタイルへと発展し、d i m p l e や BoomBoom といった代表曲を生み出す。1962年には、初のヨーロッパツアーを行う。現地では、 ブルースブームが起こっていた頃で彼は熱烈な歓迎を受けたという。1965年 ABC レコードへ移籍する。同レーベル並びに参加のブルースウェイ、インパルス、レコードなどからも作品をリリースしていった。1970年代に入るとデトロイトを離れカリフォルニア州に移住する。この頃からロックミュージシャンとの共演を活発化させている。 キャンドヒートと共演した、フッカー、N ヒートをはじめ、エンドレスブギでは、スティーブ・ミラー、ジェシー・エド・デイビスらと共演。翌1972年には、バン・モリソンとの共演版、Never Get Out of the ー e b ライ u a i v e を発表している。1970年代半ば頃まで ABC に在籍するが、その後はしばらく新作からは遠ざかっている。 1980年の映画、ブルース・ブラザースに出演し、シカゴのマックスウェル・ストリートのストリートミュージシャンを演じた。1984年7月には、ブラック・ミュージック、リビュー賞兵で、ロバート・クレイと共に来日を果たし、全国6都市で公演を行う。晩年ツアーを嫌ったジョン・リーにとって、結局これが、唯一の来日公演となった。 新作から遠ざかっていたジョンリーだったが、1989年、カルロス・サンタナ、ボニー・レッド、ロス・ロボスら豪華ゲストを迎えた、アルバム、ザ・ヒーラーで華々しくカムバックを果たす。このアルバムに収録された、I am in the mood は、グラミー賞最優秀トラディショナル、ブルースレコーディング賞を獲得し、再び存在感を見せつけることになった。1991年、 ロックの殿堂入りを果たす。同年リリースされたミスター・ Mr. ラッキーにもらい、クーダー、ジョニー・ウィンター、キース・リチャーズらが参加。旧知のバン・モリソンとの共演も実現している。モリソンはチル・アウト、ドント・ルック・バックにも参加しているほか、モリソンのアルバム、トゥー・ロング・エグザイルへのジョン・リーのゲスト参加もあった。2001年6月21日、ジョン・リーは、 カリフォルニア州サンフランシスコ近郊ロスアルトスの自宅で就寝中に老衰のため死去した。カムバック後は幅広いアーティストたちとの共演を重ねた。デニス・ホッパー監督の映画ホットスポットのサウンドトラックでのマイルス・デイビスとの共演、ピート・タウンゼントのアイアンマン、ビッグ・ヘッド・トットザ・モンスターズのビューティフル・ワールドなどへの参加がある。 トミー・カストロの2001年のアルバムギルティ・オブ・ラブへの参加は、ジョン・リーの最も晩年のゲスト参加の一つである。自己名義の作品としては、前日の Don't Look Back がラストとなったが、その翌年1998年リリースのベスト版 The Best of Friends にも新録が3曲収録されている。また、没後の2003年発表の Face to Face は、 未発表音源にゲストミュージシャンのオーバーダブを施した作品であり、事実上のラストアルバムとも言える内容である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。